ああ、ビリビリビリ。ああ、いい感じ、いい感じですけど、戻りますよね。国の保険出るんですよ。これ、もう矛盾ですよね、ただ。はい、整体院復活院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただきどうもありがとうございます。この動画の中では3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みで悩んでいる患者さん向けの動画になります。もしあなたが3件以上の整骨院、病院に行ってるんだけども痛みが全く改善しない、もしくは湿布、痛み止め、マッサージをやっていってもその場では良くなるんだけども痛みがぶり返してしまう、そんな場合の患者さんであれば、ぜひねこの動画を見ていただければ嬉しいなと思います。松田さん、はい、電気治療じゃないですか。電気治療ね、あれ実際どうなんですか。効果ない。バサーって言いましたけど、効果がないっていうと弊害があるんですけど、効果がないわけじゃなくてタイミングと症状とかによるかなっていうのが正直なところですね。で、電気治療っていろんな種類があって、例えば低周波、高周波ってものがあったりとか、あとは細胞を活性化するための電気が全く流れてるって感じないんだけども、いわゆるこの急性期とかで使っていく電気とかもあったりするんですね。で、いろんなタイプの電気がまずあるってことはぜひ覚えてください。で、ただね、電気やった後って楽になりません？あ、なんかいい感じです、みたいな。とか、あ、腰楽になった、みたいになりますけど、戻りますよね。で、何をしてるのかって言ったら、高周波、低周波、いろんなものがあります。で、電気の中でも、私の場合はね、この、もう電気が流れてるか分かんないっていうレベルの、いわゆる細胞を活性化させたりとか、再生を促す、毛細血管のレベルで循環を促したりとかするような電気もあります。これはね、私すごくおすすめします。急性期は。ただ、大体電気を使うって慢性期で、あー、ビリビリビリ、いい感じのところで教えてください、みたいな。あー、いい感じ、いい感じ、痛い、気持ち、気持ち。って言ってね、おばあちゃんとかもうマックスまでやってるみたいな、ベーみたいなね、あれはマジで意味がないですっていうのが私の個人的な見解でして、で、何が起きてるのかって言ったら、簡単に言ったら筋肉、電気流すと筋肉が収縮するんですよ。収縮して電気が流れなくなったら緩む、収縮、弛緩、収縮、弛緩、これを通して血流を良くしてるだけです。だから簡単に言ったら、ここに高血が起きてます、痛い、ここをこれと一緒、押すと収縮する、離すと伸びる、これを繰り返してるだけです。そうすることで血流が良くなって、中の新陳代謝が良くなって、いわゆる痛みを感じる物質が流れるってことですね。ただ電気が流れたことで血流良くなってるけど、電気を流し終わったらまた血流悪くなるわけですよね。であれば、また痛みって再発するんですよ。それは当たり前ですよね。肩が痛いって肩もみして治るかって、そんなことないんですよね。っていうのと全く一緒だと思ってください。で、実際に、日本整形外科学会とか出してる、腰痛診療ガイドラインとかね、この中で、電気治療、たくさんありますよ。電気治療って、経費的電気刺激ってやつあります。これは、どれぐらいのエビデンスレベルって言って、推奨しますかしませんかってのがあるんですね。で、エビデンスが、まあ、簡単に言いますと、2の D ぐらいっていう話でして、何かというと、推奨しないことを弱く推奨するみたいな。いわゆる推奨しない、おすすめしませんよってことを弱く推奨する。なんで、推奨しませんよって状態ですね。で、これがね、やらないでほしい、やっちゃダメっていうのを、いわゆる推奨しないことを強く推奨するってものもあるんです。絶対やっちゃダメですってものですね。逆に、推奨すること、いわゆるやってほしい、やった方がいいよってことを弱く推奨することと、やった方がいいってのを強く推奨する場合、だいたい4段階あるんです。だからまず上2つはやった方がいいを強いか弱いか、下2つはやらない方がいいを弱いか強いか、で、この4段階があったら、電気治療ってのは下から2番目、いわゆる別にやってもいいけど、やったところで何か変わるのってのが、いわゆる厚生労働省が出してるエビデンスっていう、本当にこう医学ベースの中で言われてる内容です。で、これはもう実際2019年の慢性腰痛ガイドラインってのが、ね、出てるんで、調べれば出てきます。厚生労働省なんでね。その中で見てみてください。物理療法ってところ で、ちなみにホットパックあるじゃないですか。ホットパック。温める。あれも2の D なんで、弱く推奨なんですよ。いわゆる、ほぼほぼ、まあ、やってもいいけど、やらなくても別にいいよってもんだと思ってください。だけど、面白いもんでね、これちょっと俺、打たれないかなと思うんですけど、それが保険で請求できるんですよ。意味がありますね。整骨院とか行くと、できしますよね。あれって、物理療法ってことで、請求されるんですよね。保険点数として。けど、国は別にしなくてもいいよって言ってるものが、国の保険に出るんですよ。これ、もう矛盾ですよね、ただの。意味がわかんない。
だけどそれが昔からの定例だからもうそれが保険診療で OK になってて保険で請求していいようになってるんですよ。けど今時代としてはじゃあ電気治療だったりとかホットパックってのはやらなくてもいいよって推奨されてるのにやったら保険が請求できたら、まあこれはちょっと言い方は語弊があるかもしれないし私も知らない世界があるかもしれないけど私の感覚で私の個人的な意見ですけど時間の埋め合わせのためにそういうのを使われるわけです。で整骨院さんを悪く言うわけでもないし何でも悪く言うわけじゃないけど電気が10分、ホットパック10分、触るの5分、計30分やってもらったっていう感じになる満足度高いんですよね。けど実際に10分しか触ってないし10分でできるわけないんでしょうかね。なった場合に大丈夫ってなるわけね。でも保険って面白いもんでちょっと保険の裏側まで行き出すんだけどこれは患者さんが悪いわけじゃないけど患者さんもぜひ知識持ってください。どんな風に整骨院だったりとか病院っていうものがこう一個の企業なんでね一個の企業として考えた時にどうやって売り上げが上がるかって考えたわけね。で保険で売り上げ上げてるわけですから保険でちゃんと通ってくれた方がいいわけ。どうするかって言ったら電気だったりとかで、まあ、いわゆるこう楽になったでも痛くなったここに行くと楽になったってのは一番いいんですよ。通い続けてくれるから。でもそれって根本的に良くなってないから徐々に悪くなってるんですよ。だからそのうちにずっと通ってるところで手術した方がいいよって言って手術になったりとか。これが全部じゃないですよ。全部じゃないんだけどこういう風になってしまってた過去はあります。正直今はだいぶねこう改定されたりとか厳しくなったりとかして整骨院さんとかも病院だったりとかもちゃんと治そうってなってるんだけどやっぱちょっと一昔前はそういうのは風潮としてある病院はありましたね。でただね私は長く通うことが悪いわけじゃない。ただ長く通うことでちゃんと改善してってるかどうか大事。そもそも私も考えとしても1回で治るかって言ったら1回で治んないです。それはもちろんですけど なんでかって言ったら人間の体そんな簡単じゃない。だって10年かけて痛みが出たものを1回で治すってどんだけ体に負担かけるかって話ですから、それはもう最短で治せた方がいいですよ。でもじゃあ1回で治せるかって言ったらそれは俺も無理だしそれやった方が危険だと思う。でも10年かかったものを1年間かけて良くしてって元通りじゃないけどね痛みがない状態までやっていく、ちょっと動いても痛みが出にくい状態で持っていく、これはできます。どんなに曲がった膝の OA であったとしても膝の骨が崩れてしまったものは改善しません。でもこれによって起きている痛み自体を改善していこうっていうのはできます。だからこのね時間をかけないとそもそも筋肉自体も衰えてます。もともと筋肉がない支えれない状態、これをちゃんと上げていくために筋肉の量も必要、いわゆる運動療法とか必要だけど、これを緩めるだけだと痛くなったとこを緩めてまた出てきて緩めて出てきて緩めて、これはもういたちごっこです。ですけど緩めてちゃんと鍛えればちゃんと改善しますよね。筋肉ついてきますよね。筋肉つくまでにだいたい3ヶ月は必要って言われてます。ある大手ね、なんとかザップさんとかは3ヶ月でっていうわけでね、これは筋肉がちゃんと生理学的についてくる、いわゆる肥大してくるっていうのがだいたい2ヶ月ぐらいから3ヶ月って言われてます。で筋肉の変化が起きてくるまでにやっぱ3ヶ月、やっぱこれぐらいの時間必要なんですよ。筋肉量もそうだし筋肉の質もそう、やっていくためにはやっぱその時間が必要ってことはぜひ覚えてほしいなと思います。だから私は時間は必要、ただそれを永続的に、これはダメですよ。緩めるだけじゃなくってちゃんと緩めて鍛えていくっていう、これをちゃんと繰り返していきながら改善するでいうのがちゃんと必要です。でその上で治ったんだけども運動をチェックしてほしいとか体をチェックしてほしいで月に1回通うとかっていうのは全然私はいいと思います。メンテナンスはすごく大事です。私でもやってますメンテナンスはね。だからそのメンテナンスをするっていう意味で通うのはいいけど、なんか現状のままずっと通い続けるのはダメです。その一番のなんかめちゃくちゃ電気があるんだって申し訳ない、電気もいいとこめちゃくちゃあるんですよ。使い方次第、急性期とかちゃんとこういう私たちはできないところもありますから。だけどやっぱねこの電気を使って長く通ってもらうっていう仕組みができてしまったりとか、物理療法っていう温めて長く通ってもらったり、ウォーターベッドに寝てその場合緩んでるけどまた痛みが出てくる、この根本的な改善じゃないところにっていうところの一番のやっぱりなんかものっていうのがやっぱりこの物理療法、電気とかね、ホットパックとかっていうのがあるのかなっていうふうには個人的には私の感想です。やっぱ私も理学療法士として病院で働いてきて意味があるのかなって、良くなるんだけども根本的に解決してない気がするっていうのもやっぱり
見てきたので、電気がただ悪いわけじゃないです。使いどころと使い方です。私たちが緩めれないところを緩めれるっていうのもあるんですよ。深いところまで入る電気もあります。自分じゃ無理な、緩めるの無理な筋肉は一瞬で緩むっていうのを電気で感じたこともあります。ただそれを通して緩める、また戻る、緩める、また戻るを繰り返すものではなくて、緩めてそこからまた改善するための一個のきっかけ、道具だと思っていただきたいなと思います。だからそこが緩めるだけじゃなくて、鍛える、運動療法していくとかねにつながる緩め方であれば、私は電気も全然いいと思うし、ホットパックも全然いいと思います。やっぱ国もね、まあ、そういう風にエビデンスレベルとしては低いよ、推奨度としても低いよ、ただ強く指定してるわけじゃないので、これに関しては使い方をちゃんと理解してる、毎回毎回とりあえず電気をしてくださいっていうのは俺は違うと。ただどうしても手で緩めにくいから電気やりましょうだったらすごくいいかなと思います。その使い分けはちゃんとできてる、セラピストであったりとかお医者さんであれば私はすごくいいと思います。だから分かってない人であればちょっと違うんじゃないですか、先生っていうのを患者さんが言えるようにもね、なれればもっともっといいコミュニケーションを取りながらの治療ができるかなと思いますんでね、しっかり知識を知るってことはみんなの権威だと思いますから、私の動画の中でねこういうの出してるし、しっかりこの電気治療じゃない根本的に解決したい、運動療法やっていきたいとかであれば、私も店舗全国で出してますから、ぜひねそちらの方は概要欄に貼ってるんで、ぜひねそちらは電話して YouTube 見てましたっていうふうに電話予約してみてください。はい、こんな風にね喉ガラガラになりながら頑張って話してる人がいるのでね。でもなんでかって言ったら、本当もう知ってほしい、知れば変わるんですよ。なんかこの動画ね、今もう本当12時過ぎてるんですよね、もう眠いんです眠いけど、なんかこうやって眠りながらももう一本撮ったらなんか変わる人がいるんだったら撮りたいなと思うし、なんか届けたいなと思います。でこの動画見てね、なんか変わりたいなと思う人が出てきて、その人が人生がね、なんか痛みがなくなって本当なんか良くなってくんだったら、なんか喋る価値あるじゃないですかっていう風にやってる人もいるんだなということは、ぜひ頭入れながらこの動画を見ていただければと思うんで、よかったなと思います。ぜひチャンネル登録とコメント高評価いただけるとすごく励みになるので、よろしくお願いします。あとね、やっぱ痛みを変える根本から解決したいっていう人であれば、うちのやってるフッカやってる治療法っていうのはすごく根本的に合うものかなと思うので、ぜひねそういう人はいれば、ぜひ整体院やってます、ぜひねそちらの方に電話してみてください。はい、ということで今日はね電気治療の批判が多かったかもしれません。批判するわけじゃない、使いどころをちゃんとしてねって話をしてるだけですので、ぜひね知識持って治療をやってみてください。では今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画を見たき、どうもありがとうございました。また見てください。